嬉しい。うん、あたかもなんか自分がさ、自分が悪者にならないようにさ言い訳してるけど、うん火薬の子供とかできないよ。眠りちゃんのワードブロックね。そうだよ、女をおもちゃとして見てます。女は使い捨て、女は道具って、やばいって。いやいや、あのさ、配信のネタだからっていう人いるけど、ね、ネタじゃないからね。でネタになってないじゃん、面白くないんだから。遅咲きっていうか、リスナーさんが甘やかしてる。ただ甘やかすって愛じゃなくて、今はねそれでいいかもしんないけど、それがね、これが4年とか経ってね、40のおっさんとかなった時、多分誰も優しくしてくれなかった時、ああね、クマありがとう。だ、甘やかすのって残酷だからね、ある意味。それ分かってて、本当に好きだったらちゃんと言ってあげることが愛だからね。このままいくとマジ 4,5 年後とか怖いと思う。気づいた頃には誰もいなくなる場合、まだ目指してるらしいけど、でもそうなっていくとうなちゃんも金ちゃんも男リスナーだからね、やり方が180度違った風にでギャンブルも好きでしょ。いや本当に思うやっぱ最後は同性に好かれた人じゃないとダメなんじゃない。まあマイは女だからな。いや、いつかね結婚はしたいと思ってるよ。だけどね、あんまり結婚願望なくてやばいと思うけど、結婚願望がないんだよ。でも子供は欲しいんだよ、いつか欲しい、一人でも。あ、そうなんだ。あ、そうだったんだね。そう、子供が欲しいから結婚しないとなーっていうね。ロビーさんほとんど男性リスナー。あそこキラコメ多いよね。お前はいい人と結婚してね。いい人いるかな？ここにいい人いる？でもここにいい人はもう仕事に行ってるね、この時間。女の旬は25まで。やばくない？今主婦しか見てないからね、ここほとんど。敵だからお前。いや、総理友達だもん友達っていうか家族だね。もう何歳までっていうのはないから。じゃあさ、じゃあロシアンレトリーバーだっけ、なんだっけ、あの子ユリアン。じゃあユリアン、若いユリアンと20半ばのユリアンとフカキョン、どっちがいい？30後半のフカキョンだろ、どう考えてもね。で結局見た目なんだって、そこは。じゃあ戻っちゃっていいんじゃん。177号さん戻っておいでって言われたから有料投げちゃったって。なんでそんなちょろいんだよなんでそんなちょろいの？後悔してる？前は別に傷ついてないからね。だから前も不可教になるんだ。で30後半になっても見た目が若かったら結局年齢関係ないじゃん。しばらく離れてたんだけど。あ、おはよう。あ、おはよう。ゼロリスのカーター。その考えがバカ？わかんない。恥ずかしいとか別に後悔とかもしてないけど、ね、きっかけになったから。いや多少年齢関係あり、やっぱ重力にはかなわないしね。だからそれを定期的にね、前はリフトアップとかしてるんだよ。でまた来週も行くしね。まあ見た目だけじゃダメだよね。でも女は顔、男は金。もう絶対戻らない。振り回されちゃダメだよ。一般常識っていうか、まあ、ちょっと普通なだけで今褒められてる。いやでも本当そう、見た目だけってだから男は収入じゃん、女からすると。その収入が逆で顔っていう。子供と付き合った女たちってプライド高くてすぐそれ多いですよね。全くいないと思うよそれは。ちなみに眉ってあれだからね、全然プライドとかない。だからね、プライドあったらね多分配信しないと思うよ、そもそもが。眉は嘘つかない。まあそう、嘘つかないんだけど、まあ、年齢1個ね詐欺てたね。それキムキムに暴露されて。いやプライドとかないね。てかプライドばっかになっちゃうと面白くなくなっちゃう。例えばイキリストとか。いやまゆね、今日夜中の10時に起きたんで半日寝て。だから今何時だろう。自分の中で今夕方ぐらい。あ、コメント初なんだ。ありがとう。かわいいって。ありがとう。プライドあったら01と復縁繰り返さないわな。まあそうだよね。そこに関してはやっぱあれだよね。きっかけはやっぱ配信だったね。配信を意識しちゃったよね。まあでも結果良かったけどね、そこは。そう今ね、体が夕方になってる。キムキムマルコはやめなって教えて。ちゃん可愛いってありがとう。芦田愛菜マジ可愛いよね。最近しかもあの子もかっこよくなってるよ。あれブックオフに本人じゃん。あ、寺田心今イケメンになってるからね。びっくりした。めちゃくちゃイケメンになってるよ今。信じらんない。芦田愛菜が18歳。福君ってちょっと将来中村君みたいになりそうだよね。中村君系だよね。信じらんない。芦田愛菜ちゃんが大学？マジで？芦田愛菜ちゃんってほんとできた子だったな。小さい時の、いや可愛いって、もうその可愛いって意味合いがメスとしてもう綺麗だよね。私子役って大抵さやっぱブスになるじゃん将来。でも芦田愛菜ちゃんはそう色気が出たよね。で寺田心くんもあれイケメンになると思う。もみあげ剃ってないけど顔脱毛してるよ。ありがとうございます。クレープ2個ありがとう。ありがとう。てかやばいんだけど、もうそんな時がさ経ってんの。イキリストがまゆとのコラボ予定って本当なのって。いや知らないけど、まゆがドンピ行ったらまゆの店飲みに行く。かずきもイケメンだろうが。寺田心無理。いやまゆも無理だったんだけど今イケメンになってるから。でイキリストとやってないってか会ったこともないから。会ったこともないよ。私も糸2本ずつ入れてるけど変化わからない。てかね、糸って金ドブで有名だよ。レーザーとかの方がいいよだったら。なんかね有名なね医者がね言ってた。しかも TikTok で金ドブですって糸は。でちなみにめちゃくちゃ皮膚が薄かったりとかなんかたるんでる人とか糸やるとうっすら糸が見えちゃってんの。薄く見えちゃってて青い糸がね。だから、糸やめた方がよくね。レーザーの方がよくない。前大阪、まあ、日にち決めてないけどね。くまちゃんこの前糸入れてた。なんで？若いのに。たるみは、痩せたら余計にたるむでしょ。風船が割れた原理のように。くまちゃんって20代前半とかじゃないの？違うの？くまちゃんって配信やってんの？今から200万かける。いいな。前もやりたいよ本当は。あ、そうなんだ。たるみというかカレーで張りがなくなるよね。私もともとすごいたるみやすくって、でやっぱり60キロになったり35キロとかになって顔がすごいたるみやすくなっちゃってね。でやっぱハイフを結構前から やってて、やっぱ前よりも今の方が若いもん、やっててよかったなって思う。01ってブサイクどこが好きだったの？配信なかったらマジでそこ分かれてたね。配信の相性がすごくよくって、なんつうんだろうな、とにかく配信の相性が良かったね。安くていいからパックは毎日しろって聞いた。なんか毎日していいパックと週1しかしちゃいけないパックあるよ。普通のパックは週1じゃん大体。四季が一番やばいと思うな。なんか四季ちゃんさ、一回バンになっちゃったじゃんこの前。バンになってから配信頻度減ったよね。なんか感染が出た時に言われた、40代で1回60代で1回っていうペースがいいって言われた。それは金使えってことだよ。金使えって、もう嘘ばっかだよ。だって私だって言われたんだよ。超有名な美容整形外科、みんなが知ってる美容整形外科の院長に、私その時ね、糸やりたいなって思っちゃったの。で、糸やりたいですって言ったら、計算したお金全部でなんか250万のやつ提供してきて、なんでこんなするんですかって。いや、糸をなんかね、何十本入れた方がいいですよみたいな。怖この人って思って、いや違うで院長変えてください、じゃあ院長じゃね、なんか変えてくださいって変えてもらったら、その人には糸を勧められなかった。ハイフとかでよくないですかって、 3万ぐらいのだからね。結局ほとんどの医者金をどんだけ踏んだくるかしか考えてないからね。配布たるみやが引き締まるよ。引き締まるから上がるよね。なんかね、狐みたいな顔になるよ。眉はね、狐みたいな顔になる。 目がつり上がって、やった直後でめっちゃ目がつり上がる。糸はだから入れないね。なんかその後に TikTok で 病院の医者がさ、糸は金飛ぶって医者が言ってたからさ、レーザーでいいんだよ。目の下のクマ放置してるよ。でもそんな目の下のクマ気にしてないけど。配布痛いよ。めちゃくちゃ痛い。でもなんか配布もなんかいっぱい種類があって、配布ってたるみレーザーひとくくりに名前をハイフっていう名前にしてるんだけど、ウルセラとかね、ウルトラフォーマーとかウルトラフォーマー3とかいろんな機械があるわけ。それをひとくくりにしてんだけど、機械によって痛みの度合いって違うよ。おはよう、眉の声好きになってきた。今更なの？おはよう300 まあレーザーぐらい別に整形でもないからさ、よくない？どうしよう、延長しようかな。ナイス。あとどうしようかな、180までいったら延長しようかな。まいちゃんはウルトラフォーマー3、ウルトラフォーマー3が最新で、あれめちゃくちゃ痛いけど効くよね。やっぱりだいたい韓国製だよね。韓国製は確かダブロレーザーっていうのが韓国製だったかな。でも別に韓国製だからって悪いとかないけどね。なんかウルセラっていうのがまあ20万ぐらいするんだよウルセラって。だけどまあアメリカ産でさ、そのハイフとかダブルとか機械の中でウルセラっていうのは唯一なんか推奨されたんだよ。なんかこれは本当に効きますよっていう、何それはなんかとにかくウルセラはなんか発表されたんだよ。これは 100% 効き目がありますっていう。だから高いだけであって、ウルセラって別に配布も効くからね。眉が嫌いな人ナイスを押してください。眉が嫌いな人ナイスを押してください。眉が嫌いな人30万ぐらい。いやウルセラはマジ、ウルセラはね230万とかね。あ、1人増えた。うん。いや私ね整形っていうかその美容その皮膚科系はねすごいね詳しい。好きだからやっぱり肌きれいにする人とか。いや知ったかぶりっていうかもう本当に好きでさ、そういう機械を調べたりするのとかね。そうニコチンカスなんだけど、だからもうその分やっぱビタミン C のを摂取してるから、ニコチンってニコチンってさビタミン C を破壊しちゃうから、その分ちゃんと取ってる。だからシミそばかすとかなんない。ただタバコ吸ってる人はねシミそばかす半端ないからね。177数ありがとう。ちょっと増えた。お金ある人はお金かけた方がいいね。あ、わかんない。脂肪溶解リニアはやったことないんだけど。あ、180ナイスありがとうございます。ありがとう。じゃあ延長しよう。眉とくるどっちも。BNLS って何？それ何？あ、ティラミスクレープありがとう。いやてかね本当はさ30日にさやるんだよ。ちなみに配布でしょ、エレクトロポーションでしょ、あとなんか引き締めレーザーみたいなやるんだけど、多分そこはね配信許可取れないからな。配信許可が取れたら本当はやりたいんだけど。あ、おはよう。あ、おはよう。キラキラありがとう。キラキラ花にありがとうございます。キラキラ綺麗だねこれ。YouTube で撮ってる人いない。だからその YouTube とかはさ、多分宣伝してくださいってそっちから来てるんでしょ。多分。まあでももう一回聞いてみようちゃんと。いやなんかねそこは有名だから、なんか個人店とかだったらワンチャン平気なんだけど、有名なチェーン店だから多分無理なんじゃない。お前前も宣伝出て誰だよって話じゃん。高梨サラって知らない。個人店は危ないっていうか、そのチェーン店とかない、なんかこう1店舗だけのところ。だからふわっち自体メジャーじゃないもんね、うん、スキージャンプの人。あーなんかいたね、なんか整形した子。シミどうしたら消せる？なんか種類にもよるじゃん。シミってさなんだっけ、なんかルビーレーザーみたいなのじゃなくて、なんかでっかいシミはなんかルビーレーザーみたいなの聞いた。だってドンピーさっきアンケしたけどさ27% いきませんしかいきませんだったからさ、一生やることになっちゃう。古い、その考えは古いよ。整形を一生やらないと崩れるってありえないから。粘土でできてんの顔って話。どんだけそんな顔、そんなわけないじゃん。同じ顔、みんな同じ顔になる。最終的に本当に整形ハマった人ってだんだんマイケル・ジャクソンになるよね。相沢エミリとかさ。でもすごいなって思ったのが相沢エミリちゃんってさ本当に4年前とかマジでさもうマイケル・ジャクソンそっくりだったんだよ。でも徐々にだってマイケル・ジャクソンだったのに整形で今風な顔になったじゃん。コリアン系な。そうすごいよな整形の技術って。今可愛いよね。私前のエミリちゃん本当嫌いな顔だったんだよ。なんかもう魔女花でさ、あのドンピーの帯って 100？ いやなんかあれ嘘って言ってたけど違うの。相沢エミリちゃん可愛いよね。相沢エミリちゃんの整形前とかもう全然人が違うよね。でも顔がめちゃくちゃちっちゃいからさ、01が来るならまだしは前にさいろいろ言われる筋合いないって言ってどういうこと？いや私にさ3日前とかさ連絡 しといてさ、そんなことやられてたら普通に言われてもしょうがなくない？どんな気持ちで私に連絡を送ってたわけって話じゃん。ナイスありがとう。意味がわからん。やばいでしょ。アイザイメ六本木に見たけど肌がさが鳥柄みたいだった。あー鳥柄、うん、前も実際会ったことあるけど、うん、すっごい細い。なんか骨でもなんか動画とかで見るとちょっとこう動画とかってなんかこう横に広がるから映像がだからいい感じに見えるけど、やっぱね実際見るともうみんな骨だね。なんか普通にあばらとかさ、なんか胸の上が骨がうっすら見えんの。マジで骨。でもさ結局、まあ、ガリガリが売れっ子の子たちってみんな骨じゃん。まあ、だから需要があるんじゃない？その骨々しい感じの方。なんか前の友達とかはみんな食べた後に吐いてた。すごい暴飲暴食してゲって吐いてたね。仕事終わりとかさ食べ行こうとか言ってなんか食べるじゃん一緒に。でごめんちょっとトイレ行ってくるね、トイレで吐いてくるみたいな感じで吐いてくるんだよ。でもさなんかさお会計割り勘じゃん。なんかすごい嫌なんだよね。でめちゃくちゃ食うんだよ。でめちゃくちゃ吐くんだよね。吐く人ってさめちゃくちゃ食べるじゃん。なんでお前が吐いた分もさ割り勘にしなきゃいけないのみたいな。それ超有名なキャバ嬢ね。さっきコメントにも書かれてた。いやだって吐いてもさいや言いませんけど。そうなら食うのはもったいないよな。まあでも歌舞伎町とかは特にそうだけど、ホストとかさキャバ嬢とかそうだけど、なんか薬物やってる子が多くてだからかこんなガリガリなんだなみたいな。なんかもともとはなんかそのホストがそういうシャブとかなんかそういう麻薬をなんかやりまくってて、でなんか売れっ子のキャバ嬢とかってさなんかホストとかと付き合ったりするので、それで一緒になんか薬物やってる子とか多かったね。でやっぱホストクラブとかってなんかもうクラブミュージックみたいにガンガンでうるさくって、あんなところで毎日働いてたらさ多分薬物やってないとテンション上げれないんじゃない？だサパオとかね。ワンワンとルイージってガチなの？なんか昨日さ復縁したんでしょ？あ結婚するんだ。おめでとうございます。ホストは風俗嬢に見せかせキャバ嬢と付き合う。これいやでもなんかそのキャバ嬢も付き合ってると思ったらなんか眉コメしてたからなんか聞いてない。なんか軽くなんか濁された。なんかキャバ嬢のめちゃめちゃ可愛い子も付き合ってたと思ったら客だったっていうパターンもあるからね。てかそれめちゃくちゃ多いよ。うんあとはなんか有名なキャバ嬢の子がね、まあとある有名なホストと付き合ってて、でその付き合ってたと思ってたら、ある店舗のその子ナンバーワンだったんだけど、違う店舗のナンバーワンのことも二股かけられてたりとか。いやクズだよホストもマジで。うん、であとこれマジ衝撃だったのが、前その子はねラウンジ上で身長170センチのもう本当にめちゃくちゃ綺麗な子。3年付き合ってたのかな。3年付き合ってた。私も本当に付き合ってると思ってたんだけど、その人の携帯がホスラブにさらされちゃって、なんかエースがさらしちゃって、そしたらなんかそのホストの携帯の中に今月めちゃくちゃ使ってくれたお客様の名前ランキングにその友達の名前が載ってて、うわーみたいな。で私も彼氏だとして紹介されててよく遊んでたんだよね。でマジでそれはもう何も言えなかった、その子に。てか店行ってたんだみたいな。いやショックだよね。自分の彼氏だと思ったらお客様リストに名前載っけられてたんだよ。しかも3年付き合っててさ。いやそれショックだわ。うん、怖いよね。3年そそがお客さんだったんだよ。いやそんなことがあるんだっていうか、これが普通だからね。でもやっぱ歌舞伎町界隈ってふわっちも変わんないよ。営業されてんじゃない、裏で。火薬さんもそうだし。同棲しなきゃ信じられない伝統で、同棲のお客様とかいるんだよ。渋谷夏希とかね、渋夏の元カノとかしてるよ、前。